いやー皆さん、爆撃機のリアルタイムストラテジーゲーム、ボンバークループレイ動画へようこそやろう。やっていきましょう。現在お金が875しかないんで、何もできません。一応クルーギアが多少変えるみたいなんだけど、カーキって何？色かな？カーキ色になるだけですね。そんないらなくないか？あ、川の飛行ヘルメット。川の飛行ヘルメット味ありますね。なら防弾のが強いんだよな。パイロットキャップ。パイロットはパイロットキャップとかの方がいいんかな。ただな、防御力がマイナス12っていうのが痛いよな。やめよう。全員防弾でいいと思うんだ。やろう。今回のミッションは3つあるんですが、全部簡単そうなんだよね。できれば3つ全部やっちゃいたいな。ブリージュ弾薬ダンプ行きますか。ブリージュにある敵の弾薬貯蔵所の位置を特定した。それを破壊することにより、彼らのサプライに大きな影響を与えるであろう。やっていきましょう。これもしかしたらだいぶ前やったミッションと同じかな。あ、そう、色変えたんですよ。オリーブ色に。もう倍速でやっていこう。爆撃なんで、またジェームズさんが忙しいミッションになりますね。燃料は残り15分ですね。このさ、燃料移動ポンプっていうのを押せば、前回あのミッションを撃墜しないで済んだんかな。押したことないから、押していいのかどうか分かんないんだよね。もうタンクが2つあるんですよ。あ。相手は我々より上にいますね。これ、中高度にいた方がいいんかな。気づいてなくないで。あ、気づいてたわ。ああ、相手降りてこないつもりだな。多分。で、相手撃ってきてませんね。あ、撃ってきてるわ。あ、降りてきましたね。あ、見えてきました。もう、ジェームズさん、ノーズタレットの方にいましょう。でもすでに開けとこう。あの写真撮影は諦めよう。今ね、左上の方に見えたんだけど、いくつ弾薬庫破壊するんだろう。1個なんだ。あと帰るだけじゃん。敵が増えすぎなんで、これフォーカス使おう。ボムベイ閉めましょう。あー、鬼のやつダメだ。あと一人もフォーカス使うか。なんかこの辺りでいたんだよね。あ、こっちか。
あ、相手はあと1機しかありませんね。これはレベル上げミッションでしたね。めちゃくちゃ簡単でした。バート君、今のうち寝ておきましょう。タレットで標準タレットと、ダメージは弱いんだけど自動操縦のタレット2種類あるじゃないですか。ジェームズさんはノーズタレット、いちいちこれリロードしに戻るわけにいかないから、ノーズタレットだけはお金が貯まれば自動装置のマーク1タレットにして、テイルとあとアッパー、あとお金が貯まればこの下につけるタレットですね、それは全部マーク2にしましょう。あれ、俺離陸装置下げっぱなしだったかな。燃料移動ポンプって押してみる、これ押すとどうなんだろうね。これどんな意味があるんだろう。わかりません。リーンって何ですかね。これポンプが問題ですね。あ、ね、燃料がまだ理解できてないな。これでお金が手に入りました。2675です。3875までお金が増えましたね。ね、着々とレベルも上がってきてますよ。あ、レベル5になってジェームズさんがまたフォーカスまで手に入れた。強すぎる。新しいシステム、油圧システムマーク2か。あとは強化革のブーツありますね。ブーツはまだ買ったことすらないと思うんだよな。ブーツ買ってみようかな。価格次第ですけど。複合サバイバルベスト。もうめっちゃ強そうだな。生存率がプラス38みたいになってますよ。酸素。ああ、これ絶対強いやつだ。お金が問題ですね。で、ブーツは？強化革のブーツ。あ、めっちゃ強い。これ全員分欲しいな。でもまだ、まずは、トレーニング。トレーニング見ましょう。サブスキル。ベティさんですね。ベティさんね、エンジニアだから、修理したついでに救急とかやってもらいたいから、救急かな。ナビゲーター。もうこれはエンジニアかな。エンジニア2人ぐらい欲しいよね。で、彼は、通信士なんで、そうですね、一応ナビゲーターにしとこうかな。
バートさんはね、もうずーっとテイルタレットの方にいてもらいたいから。どうしよう。持ち場離れてほしくないんだよね。まあ、とりあえず救急でいいんじゃないかな。射撃手。全員エンジニア持っててもいいかもね。航空機で、エンジンアップグレードするか、システムアップグレードするかですね。油圧システム、さらに上がりますね。あとはエンジン。エンジンが頑丈になるのも大切だからな。エンジンにしよう。やっぱりエンジンにしよう。で、タレットで、ノーズタレットは、この自動装置にしましょう。お金がないんで、戦いに出ようかな。ある施設建設現場が見つかった。そこでは V1 ロケットよりもはるかに大きなものを打ち上げようとしているようだ。その現場を破壊し、その完了を阻止せよ。めっちゃむずそう。ちょっとこれ後回しにしたいな。また V1 だ。じゃあ、まずは V1 発射地の方に行こうかな。ロンドン射程範囲内に収めている V1 発射地を発見した。ロケットがロンドン上空に飛んでくることを断固許してはならない。やりましょう。離陸しよう。V1 発射場を破壊。新たな航路を設定。で、着陸装置を上げましょう。もう壊れてるとか。もう整備してから飛んで。なんかリズムよく叩いてますね。これめちゃくちゃ時間かかりますね。エンジニアのこの修理。あれかな？V1 発射場は5個。5個あるんですね。発射場5つで、発射を阻止しなければいけないロケットが8つですね。これ多分もう近いんじゃないのか。これもう見えてるんだから。これ1回も失敗できないよ。5個しかないんだもん。じゃあ中高度に行こう。あ、ダメだ。低高度に戻りましょう。めんどくさすぎるな。あ、フォーカス使っちゃおう。
で次は、あれだな。弾リロードしてもらいましょう、バートさん。その後4つ目ですね。お前かよ。またお前か。また君か。でも、まずこれを、まずこっちが先だぞ。あと、で、こっから、あそこ行こう。どこにいるの？その、なんとかさんは。あれかな？早い。さすがエースパイロット、早い。無駄にかっこよく回ってる。フォーカスしよう。体力が一気に半分減った。お前実はエースではないんじゃないのか。あいつまた逃げたんじゃないのか。あいつまた逃げたんじゃないのか。ああ死んだ。母さんが正しかった。正義は勝つ。さらば残酷な世界よ。どうしたんだ急に。定期的に壊れる油圧システム。いやー終わったなー。そんな難しくなかったな。また敵がやってくるのか。ずいぶん遠くからやってきましたね。あえてやる気ないわ。帰りましたね。クルーがタスクを終了したら必ず持ち場ステーションに戻そう。あ、そっか。エンジニアの話ですね。いや、バートさんちょっと寝てていいよ。疲れたでしょうし。あれ？もうまた？油圧システムアップグレードしないとダメですね。経験値7500ですね。フェニックス倒したからかな。上がりすぎ。お、だいぶ楽になったな。お金はいくらになるかな。
エースパイロットと倒したから賞金が手に入るかもしれませんね。あ、5000ありますね。じゃあ油圧システムアップグレードしよう。もう修理するのは嫌だ。ジェームズが有能すぎる。アドバンス救急って何ですかね。アドバンスだから救急キット持ってかなくても直せんのかな。意識のあるクルーの軽傷を素早く直す。あ、早く直すだけですね。指なしウールグローブ、ちょっと軽い感じかな。そんなことよりもね、エンジンと油圧システムですよ。あ、間違えた。エンジン。じゃあ油圧システム、これマーク2ですね。あとエンジンですね。これで、テールタレットはマーク2で、アッパータレットもマーク2で、ノースタレットは、そろそろリクルートできないかな。満員。これはさ、タレットの数増やしたら、さらに1人雇えるんじゃないかな。3000は高いな。とりあえずペントラルタレット入れてみよう。で、リクルートできるかどうか試してみましょう。ダメでした。無駄にお金を使いましたね。どうしよう。もうだんだん可愛らしくなってきましたね。あ、レーダーがいいかな。強そうだな。まあこんな感じでいいか。あと一回やりましょう。なんか今までと見たことのない場所ありますね。ブレーメン戦車工場。戦車工場の爆撃ですね。トート砲台弾薬ダンプ。またトート砲台ですか？これ何回か繰り返す感じのゲームなんかな？全然進んでる感じはしませんね。V1 ロケットよりもはるかに大きなものを打ち上げようとしている。その現場を破壊し、その完了を阻止せよ。これやろうかな。ですね。失敗しました。もう一度プレイします。現場の破壊自体は簡単なんですが、飛んでる戦闘機の数が多すぎてですね、爆撃機の中で火災が発生しました。消火器の数が1個しかなくてですね、消火が間に合わずに燃えて爆発しました。今回かなり難しいかもしれません。攻略の鍵は、とにかく早めにフォーカス使って敵の戦闘機の数を減らすことですね。多分。あ、そうだ。着陸装置戻さないと。ちょっと飛ばしましょう。
もうそろそろだったと思います。結構近いんですよ。ちょっと飛ばすか。前方にカレー、カレーですね。もうなんならフォーカス使っちゃっていいと思うんだよな。それよりも今10日だな。ナビゲート、ナビゲート変えないといけない。スキルはどんどん発動させていこう。あ、やばい、瀕死だ。直してくれ、頼む。あ、救急持ってるとものすごい勢いで回復できますね。あれ、あー、なんとかなったかも。なんとかクリアできそうです。よかった。だいぶ機体が頑丈になってるような気がします。今までの爆撃機だったらあんなの耐えられませんでしたよ。エンジンも2つぐらい多分落っこってましたね。いや、そろそろもう着陸装置下ろしとく。だいぶ早いけど。あ、また油圧システムが壊れました。今日はここまでかな。その無駄な旋回何なんですかね。ものすごいね、薄いね。まあ、これぐらい薄くしないと長時間飛べないのかもしれませんね。大変だった。
で、今日はこれぐらいかな。お金4000円ですね。ジェームズ強し。エンジン消火器マーク2。ヘルメットマーク2。あ、これ強いかもしんない。サーマルミトン。これあったかいやつかな。サーモンピンクいいかもしんないな。これ、紅の豚っぽいんじゃないの。豚っぽかったらそれにしたいな。サーモンピンク探しましょう。ちょっと違う。違うぞ。ノルマンディ上陸作戦。あ、これもかっこいいかもしんない。どうしようかな。ゴールドにしよう。相手の注意を引きましょう。で、クルーギアで良さそうなのがあったんですよね。まあ、ブーツも欲しいな、強化ブーツ。これ履きましょう。これメリットしかありませんね。履きました？履いたみたいですね。で、ウールグローブからサーマルミトンに変えましょう。これで高高度に行けたりして、全員に装着してみよう。で、ヘッドギア。ヘルメットマーク2がどれだけ強いかだな。あ、これ強いな。こんなでかいヘルメットあります？でも全員に装着した方がいいと思うんだよね。もう見た目が、どんな見た目になってんだろう、今。サーマルフライトスーツ。これも強そうですね。でも移動速度がな、どんどん遅くなっちゃいますね。スピードがね。防御力も上がるしな。もう全員に装着しよう。で、酸素ボトルも全員に装着しようかな。で、みんなの見た目を見たい。宇宙人に見えるぞ。宇宙人感が半端ない。かっこいい。次回からね、このゴールドの爆撃機で飛んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。